が何？子供です。あ、背骨が映ってる。それだ、なんかお兄ちゃんになるんだよ。動いてる動いてる。信号どれや？あ、信号動いてる。でかいなぁ。そうね、100超えてるんだ。これで？あ、心臓も映ってるわ。あ、そうだ、館長のお願いがあるの。館長言うの？ほら、撮ってるよね。お願い聞いてくれるよね。あれ、手見せるの？これは、うるさい。部下に対する手見せるの？上司が変にせえ。あ、薄くなっていった。ルーちゃんの眉毛はシダ植物みたいで可愛いね。全裸、全裸だよ。全裸眉毛可愛い。はい。眉毛って？ゼンマイみたいな眉毛。この上目遣い可愛いわ。やめて、やめて。なんでこんなゼンマイみたいな。そうかな、兄ちゃん、兄ちゃん。誰かさん出てた。はい、プール行きます。プール濡れたら全部なくなるやん。濡れたら全部、あー、全部なくなった。まっすぐになった。もういい動画。だからお願い事があるんだけど動かへんなの。さらさら、なんで動くんやろうな。生きてるから。じゃあなんか体勢気に食わんって思うんかな。まあどうなる。ふわふわ浮いてる、泳いでるんちゃう。それずっと進んでるつもりなんだ。すごいよな。哺乳類ってな。まだまだ。幼稚園に赤ちゃん浮かせて使ってんねん。今止めとったっしょ。思いっきり動いたよ。ボンって逆をつく子やね。うわ、どうかね。これまたもういいよ。どうせ取られへんやろ。よし、何で動かへんなみたいな。賢い子やな。取らしたらね。
いいと思う。出産前100超えとったりします。あと5キロ表やもんな。 69.5 って10キロの赤ちゃん産んで95キロやろ。それで75キロ、75キロ30キロぐらい取られたかな。